どうですかこの色大盤でございます佐渡伊藤酒店晩酌一期一会。はい、今夜も佐渡島からお送りします。12月の4日です。はい、ついに入ってきました。これ茶色のバッグにあれで、黄色い酒、こんな黄色い酒です。黄色いっていうんだか、なんていうの、褐色、ここが何色というんだろうか。はい、これが長熟純米古酒花垣、なんつうんだろう、普通に市販されとる酒を、扱う当店の21年目の頒布会です。こんな頒布会のチラシの色はこの色か、こうで、この実際の酒はこれ。まあいい感じの、2冊いい色が出とると思いますが、こっちが、こっちがこれ見えないまあいいや、こんな感じの、花垣南部酒造場の花垣純米酒 60% の純米酒と、はい、こっちがその同じ酒じゃねえんでしょうけども、まあ、ブレンド3年から10年未満の古酒のブレンドだという、そういう、一つの蔵の純米酒と古酒を楽しみましょうという頒布会のこの12月第1回目の12月の酒が入ってきました。さて、今日と明日は週に2日の休館日だから酒は飲めませんが、飲まないんです。絶対に飲まん、まあ絶対にしたらあれだけど、飲まんようにしております。週に2日を休んで、水木と休んで金曜日この酒を改めて味見してみようかなと思っております。皆さんまだ少し、本数口数に余分がありますんで、これはもしこんな黄色い酒飲んでみようかなと思う人おりましたら注文ください。まだ少し余裕はあります。注文してください。ありますということで、来月、今月がこの福井、来月は奈良で、再来月2月は新潟、柴田のやっぱり古酒です。その古酒は、純米じゃねえんだけど、アルテンしたやつなんですけども、まあ5年も寝かすと、そこの話ですけど、柴田の黄門っていう年輪っていう5年古酒、アルテンしとる、まあ、純米、吟醸、アルテンの吟醸っていうんだかな、なんですけど、それもまあ5年も寝かしとるとやっぱりうまくこう混ざり合うて、アルコール酒なんかまあ分かれたようなそんな感じはない、うまく混ざり合うとるようなそんな感じの酒になっております。はい、味見してみました。また飲んでみようかと思いますが、そういう酒をの頒布会をやりますんで、やっておりますんで、参加ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今日はちょっと早めにやって終わろうかと思います。以上、佐渡伊藤酒店の晩酌一期一会でした。これやで、これや、この色じゃ、わあ、すごい色だなあ、どんなもんでしょうか。はい、以上です。